こんばんは。2020年ね、5月3日になるのかな、出すこのはね、2日間出せればね、週刊マインドフルね、活動量ね、ダイエット進捗です。 BMI はね、今週はね、2回のランニングとね、ウォーキングとね、アーンに乗ってたね、お腹ぽっこりに返しを聞くトレーなんですが、今週はね、で、違うポッドキャストで語ってるのでね、なんかね、再生数とかのね、それは、そちらでですね、ダイエットはね、今週はね、増えましたね。増えて 60.85kg までね、200g 増えたんで、200g か、でも 200g だね、200g 増えたんですが、お前たちちょっとね、パン、年齢前にパンとか食べてね、なんかあれしたのもあって、と、ね、夕方遅くに外食した日のね、食事なのも、測定のもあって、ね、だったのかな。60.85 で、もうね、体脂肪率はね、15% だと 17.6%、アメツアイパッドボトム50g の測定で。で、今日ね、5月2日のね、朝3時45分測った時に 60.25、まあ、測る時間が土曜日の夜の時間とね、違うんですが、まあ、増えてないんだけどね、ちょっと昨日ね、5月1日のね、明け方直後ね、結構食べ過ぎて寝てしまったんでね。では、行きまーす。骨格は体重 60.85kg、体重 79kg の骨格に 35% 数値超えもでもあります。もう42歳ので、その 35% を計算でいいと思います。では、18回のマインドフル実行。先週はね、恐ろしく少なかったんですけど、18回はね、結構頑張った。先週はね、月曜日と日曜日はね、深夜海外サッカー観戦なくて、で、連休明けなので、だいぶね、今も崩れてますね。連休のね、でね、1日14日、4日に14でね、1日延期2回が4、3回の日が4日でね、4に14なので、あとはね、3回が4日、1週間のうち3、2回の日が3回で、3回の日が4日みたいな感じかな。で、数が3176回で、まあ、2回のランなんで、ね、そんなに多くもないですし、で6時間4分のエクササイズでね、エクササイズはまあまあいい数字だと思う。1だけで13時間スタンド、スタンドもね、そんな多くないんで、睡眠時間は増えてないんですからね、そんなにね。確かね、この時でいつからだったかな、今週が水週中べきで7時間10分から20分だったかな。6時で、ね、今週かかったけど BMI も 22.6 まで減ったんですが、この日もね、21.8、こうなんかね、そんなにね、高くはないですね。細かく出てないね、なんかね。でね、細い1176個。ただね、ランニングの時はね、iPhone 置いてくんでね、個数が換算されるんで、高コンペイのね、歩数チケットは多分もらえてませんね。もらえてません。歩数だけならギリ到達するんで、MSI パッドプロボディグラムの測定結果はね、まあ先ほど申し上げた通りかな。27.8 だから79kg の骨格に 35% の数値超えではないのかな。79×0.35 は、そっちは超えてますね。では、まあ、体脂肪率が大幅に増えて、骨格率が下がって、ちょっと前と数値が違うのと、大体ね、翌週戻ったりしますんでね。では、ありがとうございました。測定は土曜日までで、ね、なんかボディーワーグラムは測定は土曜日の夕方ね、カロリーは月曜日から日曜日までと思います。ありがとうございました。